AD Edit には日本の沖縄県で開発されたオープンソースフリーソフトウェアのコンテンツ管理システムである。記事や写真、動画などのコンテンツをインターネットやイントラネットにおいて管理することができる CMS。主にパールで記述されており CGI として動作する。データベースは使用せずデータの保存には CSV を利用している。 文字コードは UTF-8 をベースとしており、Shift-JIS と UTF-8 の2種類の文字コードで出力される。日本で開発されており、パソコン向けと携帯向けのウェブサイトの構築を同時に行うことができる。ブログや写真集、Google マップを使った地図コンテンツなどの作成や管理、メールフォームの設置などを管理画面で行うことができる。管理画面では、 一階層エディタや二階層エディタイメージナビ、メールフォームエディタ HTML エディタなど10種類のエディタが用意されている。コンテンツページの目的や用途に最適なエディタを選択してコンテンツとして登録する。ページの編集は登録されたコンテンツに付随する専用エディタにて記事を入力するとパソコン用ページと携帯用ページが生成される。テキスト入力と同時に 画像や動画ファイル、PDF や Word などの文書ファイルなども登録でき公開することができる。1階層ページ、2階層ページイメージナビリストナビ掲示板 BBS、カレンダーエディタ Google、マップエディタメールフォームエディタ HTML、エディタテンプレートエディタ MIT ライセンス、優勝ライセンスもあり、ありがとうございます。